Bonjour! Online France Gogakko Ensemble en français 講師のヴァネーサです。今日もとっても役立つフランス語の表現をご紹介しますね。友達が私の家からすぐ近くに住んでいるのですが、フランス語で彼はうちからすぐ近くに住んでいますというとき、ある数字を用いて言うことができます。さて、一体何と言うんでしょうか。Il habite à deux pas de chez moi. Il habite à deux pas de chez moi. Il habite à deux pas de chez moi.Il habite à deux pas de chez moi. 直訳すると、彼は私の家から2歩のところに住んでいますです。そうですね。2でした。このパーは否定文の時に使うパーではなく、歩みという名詞です。À deux pas で、すぐ近くにという意味ですので、覚えて使ってみてくださいね。さて、もっとフランス語を勉強したいという方は、Ensemble のレッスンでお待ちしています。Au revoir! À bientôt!